コメントにて、ブスだとは思わないけど二重整形してほしい、眉毛より目をなんとかした方がとのことです。やってやるよ。疑似的にね、本当に世の中にね、失礼なやつがおるもんですよ。今日はもう怒りの二重メイクやっていく。ちょっとかっこいい。今日はね、もうヒロインメイクだかケイトだかね、バキー折ってもね、知らないからね。うん、怒らしたのは世の中ですから。みんなは優しいもんね。みかんちゃんの動画見てくれてると、みんなはいつも優しいからね。なんでなんだけども、ショート動画でね、やっぱショート動画っていうのはね、流れてくるもんだから、私の動画が田中みかんが好きだよって人だけが見てるわけじゃないから、そういうコメントもあるわけ。まあ、だからそういうコメントがあるから、こうやってネタになっているわけ。まあ、ラッキーっちゃラッキー。みかんちゃん二重にしてくださいとかね、アイプチしたとこ見てみたいですっていうのね、4、5年前から言われてきたよね。なかなかやらないね。ずーっとね、これね、お腹の中で、あー、いい子いい子だね、ハタハタタタしてくとみー、あ、もうちょっとで生まれるねってね、お腹のね、大切に大切に温めてきた企画なんです。謎にもったいぶってきた企画ね。みかんちゃんのシンボルといえばこの奥二重ですね。目をね、こう完全に開くとね、全部収納されちゃうというね、収納の機能も備わった便利な目となっておりますね。こちらを今日は二重にしていこうと思う。で、二重にするってことは二重に似合うメイクやるべきだよねって、やっぱ多分違うと思うよね。まあ、普段気にしとるのは中眼面短縮っていうか、上にアイシャドウをビャーって塗るともう腫れぼったい感じになるよね。どうしてもうまいことやる人はやるんやろうけど、私は横に広げるか下に広げるかのアイシャドウのつけ方なんよね、いつも。だけど、まあ、二重っていうことで、ここ二重にすることによって、アイシャドウをもうちょっと大胆にかけるのではないかとか、そういうことが生まれてくるよね。ちょっと調べながらやってくわ。二重メイクね。でもさ、世の中に上がっとる動画って大体二重メイクだからな。当たり前かのように二重の人がメイクやってきまーすって言うじゃんか。だから二重メイクってあんま載ってないよね。一重メイクとか奥二重メイクとかはあるけど、二重メイクって調べても出てこんもんね。当たり前かのようにやってるから。まあ、ほぼ毎日メイクになってしまう未来は見えているけどね。まあ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 、まあ、最近毎日メイクやってなかったし、最後にこのルドゥーブル様で、ね、アイプチ王のルドゥーブル様で目をキャッて二重にして、二重のみかんちを今日はね、とくとご覧あれっていう感じ。ってことで毎日メイクしていきまーす。まずはビオールスキンフォーエバーグローベール下地をつけていきまーす。これはね、テスターでもらって、めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいいってなって、買おうとしていたところを、視聴者の子がイベントでくれたっていう。ありがたく受け取って、ありがたく使わせていただいてるよ。本当にありがとう。これがね、いいんだよね。何がいいかっていうのはちょっと言語化できないんやけどね。よくない？ね、目で見て学べ。てかさ、私最近さ、ネイル変えたんやけどさ、全然気に入ってない。このさ、境目がさ、汚そうじゃない？ちょっとなんかこの境目がこんなに薄いもんと思ってなかったさ。あともう3度塗りぐらいしてほしいぐらいやったんやけど、こういうデザインなのかな。なんか汚く見える。もう全然気に入ってないよね。まあ、このネイリストの方は絶対私のこと知らないし、あとここにね、たどり着くことは絶対ないから大丈夫。めちゃくちゃ気に入ってなくて。でもさ、私さ、携帯いじるときにさ、こうネイルでね、オーケストラをさ、携帯でこう奏でる人とかっているじゃんか。なんかそういうのを憧れて、今回は長めに爪残しといてくださいって言ってやったんやけど、本当に深い、この長い爪が。もう生活しづらいのなんのって。ネックレスもさ、つけれんし、私なんかこうお金とかも拾えんし、うわーってなる。こうわーグーできんし、グーしたら痛い。爪が当たるのも気持ち悪い。クソ虫がおる。クソ虫がおる。気持ち悪い。何これ。いやー、これ何虫。ゴキブリの赤ちゃんかも。鳥肌やばい。今虫を殺して終わりと思ったけど、終わりの始まりってこと。続きまして、アンドビーのファンシーラーのオレンジの方、クマのところにつけていく。ほんと少量でいいからつけるね。オレンジ使うとね、私のクマのこの青クマみたいなのはね、結構消えるんよね。続いて、ディオールスキンフォーエバースキンコレクトコンシーラー00番。コンシーラーとはいえど、
ハイライトに使うレベルの明るさやけ、結構気をつけないけんのよね。そう、あんまつけすぎると、ちょっとのっぺりしちゃいすぎるっていう。ここのところに、本当にちょんちょんちょん、ちょんちょんちょん、マジで。このぐらい。厚く塗って、そのクマを隠すってよりかは、飛ばすっていう感じで、私は最近やってるかな。本当にやだ、この長い爪。私向いてないね、本当にギャルが。ギャオ!ギャオ!君の笑顔はまるで太陽、氷点下の街も溶けてく、熱鼓動が熱鼓動が鳴り止まない、もうどうにも止まらない、生ラメンコイギャオ、生ラメンコイナンプギャオ。で、続いてはコスメデコルテのオーラリフレクター01番。ツヤ系なんだけども、なんか上品なツヤという感じで、そんなにツヤツヤしすぎないのに綺麗になるっていう、ちょっともう語彙力なさすぎるんだけど、美容系 YouTuber としてあるまじき、本当にごめんなさい、ごめんなさい。あ、ここにさ、いつもこのね、小鼻のところやるのに忘れちゃった。今からでも間に合うかな。 V3 スピケアハイディングコンシーラーで、これするだけで全然違うよね。小鼻の広がり感がなくなるというか、赤いんよね、私ここは。すごい、ここ消すだけでなんか全然綺麗に見えるというかさ。最近の悩みはやけ、この爪が嫌すぎるっていうのと、あとこの肌荒れ。いや、こう見ると肌荒れしてないかもって見えるかもしれんけど、やっぱね、カメラってね、ちょっと飛ぶのよね。で、ちょっと綺麗に見えるね、補正かかってなんかわからんけど。ほら、デコ見える、このほら、これとほっぺた。いや、みかんちゃんに関してはこれ珍しいことで、いつも結構ツルツルなの。もう完全に原因は分かっとるんよ。ペオペオなわけ。生らめんこいペオなわけ。ペオ飲み始めてからおかしいの、全てが。ペオの副作用の吐き気とかはもう今大丈夫になったんやけど、肌荒れみたいなのもし始めて。で、まあ、こういうのは、だいたいなんか、ま、3ヶ月ぐらいしたら、だいたいなんか、落ち着くみたいな書いてあるけ、まあ、それまで我慢かなって思いやるけど、これ。だけど最近ね、メイクへのモチベがゼロ。どうせメイクしてもな、みたいな気持ちになって。でもやっぱちょっと今なんか、ちょっと綺麗になっていくとさ、さすがにモチベ上がるね。私も女子なんだな。好きなネイルして、好きな服着て、好きなメイクして、テンション上がる。なんか今日もなんかウキウキデートだね、みたいな気持ち。なんかそういうさ、チャオみたいな世界観というか、まあ、西野カナのオーフォーイットみたいな世界観というか、なんかそういう気持ちも私ちゃんとあるんだねと思って、今安心した。なんか、ちょっと、なんか、こういう顔しちゃう。美容院とか行くとさ、なんかその、向かい側のさ、女の子の顔とか見えるじゃんか。最初さ、髪染める時とかさ、もう髪の毛もブワーってなって、美女も最悪みたいな時はさ、なんかもう普通のこんな顔しとるのにさ、最後のスタイリングをしてる時の女の子の顔ってさ、ちょっと自分のこと可愛いと思ってる顔するやん。わかるのよ、気持ちめっちゃ。スタイリングする時だけ。絶対今自分のこと、なかなか可愛いと思っているね、みたいな顔。なんかそういう顔を今しちゃいそう。っていう顔私が自分のことを可愛いなって思っている顔はこれ。私のメイクの順番って多分おかしいと思うんやけど、この次チークをするのね。理由は何もないです。こういう筆を使うのを最初に終わらせてしまいたいっていう、なんか謎の自分の中のね、あれがあって、これはデイジークのアーモンドバニラ09番。この辺にで、結構この辺にもつけちゃう。で、ちょっと鼻と顎。で、3のシマディンググローディオ01番。そこ、クソ見えすぎコスメ。で、ここのビコン。ビコン、ビコン、ビコン、ビコン。クソつまんないから YouTube やめてください。と、鼻のこの先。こうするとだいぶ鼻が出てきたよね感があるよね。さっきのノペットした顔と。ハイライト。私の中でも。マジで大事。これ、私してないと結構、ああ、忘れた!鼻にハイライト塗り忘れた!だーって気持ちになって、ドラッグストアに行って、テスターでこう足すみたいなことをするぐらいには、これが大事。でも、ノーズシャドウはできないんよ、私の場合ね。そうでなくても中眼面長いのに、もっと縦、こう、ね、長く見えちゃうよね。やけ、ノーズシャドウはやんない方がいいって気づいたから、やらないの。で、眉毛はこういう筆。
で、結構さ、なんかまあ一重とか奥二重何が悪いんだ、ふざけるなよと思いながらも、まあ二重には何度も憧れたことはある、正直ね。学生時代もそうやし、社会人になってからも、ほんとここ数年、数ヶ月、なんならでも最近でも別に憧れる時はある。たまにね。たまに思うよ、別に。あ、二重の子いいな、可愛いな。ね、華やかさに関してはやっぱ、二重の方が華やかだなとか、昔からね、ほんと高校時代から言われよったんよ。目がしじみみたいだとか、私の目をこうやって隠してさ、あー、可愛い、これなら、みたいなことをさ、言われたりとかさ、ひどいよね。ひどいよね。まあ私はいじられキャラやったっけさ。で、子供ってさ、やっぱいじりの、ね、こう、あれがわかんないじゃんか。やけ、まあ学生時代とかそういうね、いじり方をする人ってのはやっぱいるわけよ。二重やったら私も可愛くなれたのかなとかさ、まあ、結構考えたりしちゃったわけね。二重整形ってさ、結構気軽なものになってさ、埋没とかさ、割と安い値段できたりするじゃんか。やけさ、それで二重整形した子とかの目見てさ、うわ、こんなに変わるんだみたいな。なんか元から可愛かったよ。元から可愛かったけど、人生変わるレベルで可愛くなったなって思う人もさ、何人かいてさ、素朴な可愛さがもう一般受けする定番な可愛さみたいな、もうみんなから好かれる顔になったなみたいな、っていう例を何人か見てきて、いいな、それやったら私もなんかいろんな人に可愛いって思われるかなみたいなとか、ちょっといろいろ思ったりしたけど、いや、やっぱりなんか私キャラじゃねえなーみたいな。まあ YouTube をしているっていうのもでかいけどね。もともとこの顔でやっていたからさ、ずっと。だけまあ、で、私の場合、目変えるとかなり印象変わると思うけ。今まで見てきたみかんちゃんじゃないってなる人も多いやろうなって思うし、キャラ的に二重じゃなくねみたいなとこもさ、いや、わからん。知らんけどさ。で、私は、ちなみに、女の子のお顔で、一重とか奥二重とかの控えめなお顔が好みなんよ、私の。だけど自分の中の好みの顔も、二重ではないという。だから、二重にする必要がないんだよね。ただ一般可愛いにはなれるなっていうので、ちょっと羨ましいなって思ったことはある。でもそれだけ、本当に。ではまあ言う、あれですよ、でももうあれを言ったらね、ナルシストなんよ多分。私自分のことが好きなんだよ。多分自分の顔が大好きとは思ってないよ。でも多分潜在的に好きなんだと思うよね。言ったらさ、自分と似たような子供が生まれたさ、私子供死ぬほど愛すよね。死ぬほどアイス、可愛い、なんでこんな可愛い子が生まれてしまったんだろうねっていう気持ちになると思う。こんな子誘拐されちゃうよ、警察に保護してもらおうって、そういう愛し方をねしてしまうと思うな。早く会いたいアイシャドウは、最近は私これ一軍で使ってるティルティルのミルキーメロシャドウ02番ピーチ。色味めっちゃ可愛いと思って、ラメの感じもちょうどいいって思ってさ、ここのね、色のラメの細かさ最高。これを目のこのホールの全体に塗る、肌なじみのいい薄いラメみたいな感じ。二重メイクってことやけ、ちょっと思い切るわ。アイシャドウ、今回思い切ってアイシャドウをかなり広めに塗ってみたりとかする。続いてブラウン、ここのブラウンもねめっちゃ可愛いよね。なんか色がこれちょっとオーバーめに塗ってみよう。二重にするから、ここがしまわれるからね。これを下まぶたにも塗る。結構ね、薄く塗れば薄いからこんな感じ。目尻にこのここだけね、コーラルマットなんやけど、目尻にちょっと色味を足すとピンクメイク感が出る。で、これがね一番ザクザクのラメなんやけど、これは結構ラメっぽいラメだから、この上に、わー華やか。最初に言ったさ、ブスだとは思わないけど二重整形してほしいとかさ、まあ、こういうさ、ひどいコメントあるじゃんか。結構多分私のこと心配してくれる声とかさ、多いと思うんやけど、結構ね、私こういうコメント来てもネタができたって思うだけやけ、大丈夫です、安心してね。意外となんか YouTuber って、まあ、人によるけど私は割とタフな方やけさ、そんなに傷ついたりはしないのね。傷つく時あるよたまにね、たまに傷つく。でもこれネタになると思ったら傷は浅いし、ネタになんない生々しい誹謗中傷とか、なんかこう嫌みったらしい言い回しとか、そういうの見るとなんか嫌な気持ちとはなる。こういうコメントは別に意外とね、意外と大丈夫。で、続きましてクリオプロアイパレット07番ピーチグループ、この色、これを取って目尻を囲ってぼこす、囲っ
で、ボコス。ラメは、あーなんか今回いつもはさ、肌なじみのいいこのラメをここにね乗っけるんやけど、二重っていうこともあってもうちょい華やかにしよっかな。なんか気合い入れる時のラメ、ロム&のリキッドグリッターシャドウ、派手にのせちゃいますか。かわいい女子だな。派手じゃない結構。でも顔が地味だからな、別にどんだけ派手なラメしたとしてもまあなんかまあうーんって感じにしかなんない。あ、でも今から私顔控えめじゃなくなるのか。20、マジで20。メッキューハッピーアーモン、笑ってほしい、ハッピーハッピー忘れちゃった。え、てかさ、20ってあれ4年前らしいよ。へえ、来てください。あの JY パークのモノマネからもう4年、早いね。アイライナー、ラブライナー、リキッドアイライナー R4 はブラック。今まではねブラウンのアイライナーを使いよったんやけど、もともと優しげな目元なのにはっきりさせないといけないのに、そんななんかぼやかして優しげを重ねる必要ないなって、もっとはっきりさせた方がいいなってことでブラックに変えました。で、目尻から、うわ、え、待って、二重にするってことは目頭から引いた方がよくない？いや、私さ、こう今までさ収納されるから余計になんか目がちっちゃく見えそうな気がして目尻から引いてたんやけど、目頭から引くべきじゃない？え、引き慣れてなさすぎる。ちょっと待って、怖い。なんかちょっと下手じゃない？あれ？ケイトのデザイニングアイブロウ EX4 番ライトブラウン系、この真ん中のやつを取って、ここの線よりもちょっと上、ここの影よりちょっと上の方を埋めると、あとはまつげして、次がアイプチ。よし、ヒロインメイクロング&カールマスカラアドバンストフィルム01番、これも優しげな目元にする必要は全くなかったのでブラック。二重の人のねメイクを参考にしちゃダメなんだよ。二重の人は目の強調が強いから控えよう控えようみたいなメイクをしたりするから、たまに。でもなぜかさ、 YouTuber とかさ、目立ちたがり屋の人って二重が多いよね。なんで？なんだろうね、あれ。目立ちたがり屋だから二重なんだ。二重だから目立ちたがり屋じゃなくて、目立ちたいから二重なんだ。意志の強さだ。じゃあ私も二重じゃないとおかしいよね。リップはちょっと目 1.5 なのに見えないんですけど、ロム&のベルベットティント02番です。これ結構赤なんやけど、意外と私赤が似合うんじゃねってことに気づいて、内側にね塗って、まん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 、声を出すことによって全然あのリップの広がり方違いますから、まん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 、絶対に声出して塗ってください。続いては、ディオールアディクトリップグローオイル15番、チェリー。このグロスを上に塗ると、まんまんまん、これはこんぐらい、これはこれはまんまんまん、こんぐらい。これがみかんちの毎日メイクです。さあ、こっからですよ。ルヌーブルパイセン、カモン。さあ、怖くはない、不安はない、私の夢はみんなの願い、歌う歌えば心晴れる、大丈夫よ私は最強。塗っていくよ。ああ、ちょっと待って、調べる。奥二重の人は元のラインをルーブーブルで消し去ってから二重にしたいところまで塗りつぶします。はあ、だからそのこのね、奥二重のこの線を消すんだって。で、二重になってほしい場所まで塗りつぶすと、この線があるじゃん、これを消すと。息しづらい、なんか。で、二重になってほしいところまで、まあこのぐらいかな。結構欲張ったかな。いや、ちょっとミスったかも。重ね塗りをするといいよって言ったから、これいけるかな。いきます。せーの、大好きな人が言う可愛かった。どうかしら。ちょっとさ、髪の毛してこようか。じゃん、どうでしょうか。
いやなんか印象はやっぱだいぶ違うね。なんかこうやっぱちょっと目に光が入る感あるね。やっぱすごい目が開くとこういうことになるんだ。光が入る、うん、生き生きしてる。なんかもともと大人顔だったのがちょっとだけこう子供に寄った感はない。なんか丸みが増したというか、いいかもね。いやたまには二重で出かけるとかもありかもねってちょっと思っちゃったね。ちょっといいのではこれ、ちょっとこれいいのでは。うん、まあ、基本めんどくさいし、ちょっとそんね、別に一人でいいなと思っとけ。いつもの奥二重で出かけると思うけど、なんかたまには気分によって目を二重にするっていうのもなきにしもあらずだね。え、いいじゃん。ちょっとなんか選択肢増えたじゃん感あるね。ありがとうございました。はは、目がさ大きくなってさ華やかになったってことさ、なんかメガネとか似合いやすいんじゃね。ね、いつもなんかメガネかけてもなんかパッと出るなって思うやつだよ。なんかダメかけてもさ、これ似合うんじゃね、もしかして。かー、似合うね。伊達メガちょっとより似合うな。おー、いやただね、私ね、いっつも伊達目かけるときね、だんだん下がってくるよね。なぜかっていうと、鼻が低すぎて、鼻がちょっとこう、かかりづらいというか、私、目より鼻の方が、どっちかっていうと自分の中で、コンプレックスじゃねって思うけど、そんなこと言い出したら、身長も低いし、私153センチないけど、身長低くて、なんか、身長低いとさ、足短く感じるやんか。だけ、服も似合いづらいし、あれだね。コンプレックスって結論、気にしだしたらキリがない。やめよ、やめやめ。まずはね、人のコンプレックスをね指摘しない。てかコンプレックスじゃなかったし別に目だから、ね、そのこんな話はもうやめましょう。